ロザンのロザン会議旧席ロザン会議は、毛沢東共産党主席が発動した大躍進政策の失敗が明らかとなった後、1959年7月から8月に開催され、問題点を批判した法徳会らが失脚した中国共産党中央政治局拡大会議と第8期8中全会を指す。ロザンは厚生省にある中国共産党幹部の秘書辞。 1958年11月の第八期六中全会で毛沢東は大躍進が失敗した責任を取る形で国家主席の辞任を表明し、翌1959年の第二期前人代で劉少奇東副主席が新国家主席に選出、毛沢東の権威は失墜していった。6月29日、露山に向かう戦中で、家は会議の課題を定義した。 それは19の項目からなり、特に第2項目の、形成と昨年度の大躍進関係の反省からなる、数項目が眼目であった。そして三面後期政策の失敗を討論する場となるのは明白であった。その雰囲気を察していた家は、特に、法徳会が批判の先頭に立っていることについて、気分を返し、神我を犯さざれば、我が人を犯さず、人もし我を犯せば、 我が人を殺すとの傾向を吐き、来るべき会議に備えていた。家は、新鮮会議と称して自由な意見交換の場を、表向きは作っていたが、実は、蛇を穴からおびき寄せるやり方で、ホーら反対者を炙り出すことを策していたのである。7月14日、国防部長だった法徳会が、毛沢東に指針を送り、 その中で総路線は正しかったとしつつ、1958年の基本建設は一部でいささか、急ぎすぎ、目標達成が遅れたと進言した。この批判はまっとうなものであったが、失墜しつつある。自身の権威をさらに落としかねないと考えた、毛沢東は16日に指針のコピーを配布し、法徳会同士の意見書として会議で討論することに決定した。 方は、手紙が無断で公開されたことに憤き通り、毛を批判する、一方、急遽書かれたものであり十分に意見を述べていないなどの、理由で回収を求めたがすでに遅く、後世は、あえて剣議します。甘やかしてはならない。との指針を家に送りつけていた。会議で、方徳会の意見に、高括茂、げ、修正長文展や他の出席者が指示を表明し、流暢期、 首都クラも緩やかな表現で批判を加え、一部が部分的な言葉遣いに意見した。これを自身の権力に対する脅威と捉えた、毛沢東は23日の大会演説で手紙をブルジョワジーの同様性であり、党に対する攻撃、受け機会主義の考慮であると激しく批判した。党に対する攻撃と毛沢東に言われてしまった出席者は、 法徳会支持から一転して、主席に辞任を迫った、資産階級民主主義者、党内の党規分子などと批判を加えた。毛沢東は、大躍進に誤りなど全くないと発言し、三面後期が倒れれば、党と人民に対する重大な損失であると誇張した。8月2日から始まった八中全会では、宝徳会ら4人を、宝徳会半島集団と訂正し、 法徳会同士を中心とする、半島集団の誤りに関する決議党の総路線を守り、受け機会主義に反対し闘争する議案を採択し、4人は大躍進を批判し、経済発展に反対したと訂正し、4人はそれぞれ職務を解かれ、法徳会の国防部長と、中央軍事委員会副主席のポストには林票が就任した。16日、閉会の際に、 毛沢東は過去10年続いてきたブルジョアジーとプロレタリアートの階級闘争がロザンに現れているが中国と我が党はこの闘争を少なくとも20年、50年でも闘争し続けなければならないと結論付けた中国では1957年より反右派闘争が展開され知識人などが政権を批判することは困難になっていたこの会議後に党内でも 受刑機会主義者の摘発が行われた結果、1960年頃までに365万人が受刑機会主義と位置づけられ、一部は職務を解任された。露山会議で経済政策上の誤りを正す方法が立たれて、しまったため、中国の経済は悪化していった。会議中三面後期に肯定的だった、劉少期は競技である、湖南省を視察して政策に、 誤りがあったと悟り、天才3分、人災7分と結論付けるに至ったが、三面後期に問題はなく、失敗の原因は天才にあるとする、毛沢東とは徐々に考えが離れていった。生産受け負い制や報奨金を取り入れた、経済政策や右派認定された幹部の最新査請求は、毛沢東に、絶対に、階級闘争を忘れてはいけないと批判され、 文化大革命前夜までに決定的な破局を迎えることになる。ありがとうございます。